天むすは名古屋が発祥だと思っていませんか？実は三重県津市が発祥なのです。津市大門にある先祖の先代が昭和30年頃に天ぷら定食店を営んでいた際、店主の昼食用おにぎりにエビの天ぷらを切って入れたことがきっかけで天むすが誕生しました。天むすは名古屋名物とも言われていますが、その理由は昭和53年頃に名古屋にのれん分けした店が出店し、その後名古屋を中心に多くの店で使われるようになったからです。しかし天むすは登録商標であり、天むすの名で認められるのは私ども千住だけですと誇りを持っています。また元祖である千住は天むすの専門店となっており、注文が入ってから揚げるというこだわりを今も守り続けています。小さめのおにぎりの中に大きなエビの天ぷらが入っているこの絶品の一品、ぜひ三重県津市に行った際にはご賞味ください。